依然として歴史的な円安が続く日本、円安は一部の企業に好決算をもたらす一方、深刻な負けの側面が見えてきました。過去最高益、トヨタ自動車、佐藤常治社長、5月8日、これほど車を作ってお客様にお届けして、ということがこんなにありがたいことだと、5月8日、昨年度の連結決算を発表したトヨタ自動車、売上高は45兆円を超え、営業利益も5兆3500億円に達するなど、いずれも過去最高を更新したのです。好調な実績の背景にはハイブリッド車など新車の販売増に加え、円安によって営業利益が押し上げられたことがあります。歴史的円安の影響、こうした円安がもたらす恩恵の一方で、最大10連休と言われた今年のゴールデンウィーク最終日、帰国した人々が口を揃えてぼやいたのもやはり円安。ロンドンなど10日間旅行、ロンドンはすごく高かった。フィッシュ&チップスが飲み物なしでポテトとフライで1人4000円くらい。円安に打撃を受けたのは旅行者だけではありません。外国人労働者にも円安の影響。フィリピンから日本に働きに来ている女性の元を訪ねると、フィリピン人女性ヘイゼルさん29、毎年円もずっと安くなっているからちょっと大変、生活の方がもうお金も足りない。2年前から家事代行の仕事をするフィリピン人のヘイゼルさん、月収はおよそ20万円、そこから毎月5万円以上をフィリピンの家族に仕送りしています。ところがこの円安で総金額が大きく目減りしたのです。ヘイゼルさん、円も今年全然安くなったから5万円では全然足りない。この会社の家事代行スタッフは現在およそ120人で、全員がフィリピン人。円安の影響で退社する人も出てきているといいます。ピナイインターナショナル茂木哲也代表取締役、円安が進んでいる中で単純に仕送りできる額が同じ働きをしても減ってしまう。もっと貨幣価値の高いところ、例えばカナダとかオーストラリアに転職するということで辞めていかれる方もちらほら出てきている。為替介入もこうした円安をなんとか食い止めようと、政府日銀は先日為替介入を行ったとみられますが、その効果も一時的、円安傾向に歯止めがかかりません。国力の低下、そもそも円が安いということは日本の国力の弱さを示しているとの見方もあります。実際今月の企業の決算会見でも、経営者からは丸紅、柿の木増美社長、5月2日為替というのは国力を体現しているものでもありますし、やっぱりこれだけ円安が進むということは日本の体力が落ちてきている、三菱商事中西克也社長、2日、円は国力を表すので円安が進むと国力が弱くなる側面もある。かつて世界第2位の経済大国と謳われた日本、ところがバブル崩壊後失われた20年30年という歳月を経て、日本経済の地盤沈下が顕著となります。 GDP で抜かれていく。その例として挙げられるのが日本の GDP 国内総生産。日本はすでに中国に抜かれ、さらに去年ドイツにも抜かれました。経済大国日本というのは当たり前の話で、4位は許せない。落ちていく日本の国力、去年ドイツに抜かれた日本の GDP、 来年にはインドにも抜かれる見込みで、1人当たり GDP に至っては G7 で最下位となる世界34位にまで後退しています。国力低下の背景、そんな日本の国力低下は人々の暮らしからも垣間見えます。労働者の実質賃金は一向に上がらず、今年3月までで過去最長となる24ヶ月連続で減少。こうした状況に至った背景を専門家は、片谷圭一さん経済評論家、90年代になって世界経済のルールがガラッと変わるんですね。グローバルに事業を展開しましょうということが一つと、 IT 化、デジタル化、日本企業の多くがこの動向を見誤って80年代までのものづくりのやり方に固執してしまったというのが最大の失敗の要因。日本はグローバル化の中、これまで利益を上げてきた製品についてアジア各国との激しい低価格競争にさらされます。また80年代日本が世界をリードしていた半導体分野でも、これまでの製品分野にこだわり高付加価値の先端分野への投資がおろそかに、日本の取るべき道はいずれもこれまで売れた製品、過去の成功体験にこだわるあまり、新しい時代への対応につまずいたといいます。そんな日本が今後取るべき道について、片谷圭一さん経済評論家、
一つは日本はもともとものづくり工業国ということで、工業をちゃんと復活させて立て直す、工業製品で高いシェアを維持してやはりボリュームを追求する。もう一つは人口が減ってくるとサイズはコンパクトになりますが、内需を活発にして豊かな国を目指す。この2つはかなり方向性が違いますから、ここは日本人の選択なのかなと。円安によって明らかとなった日本の国力低下という現実、私たちはそれをどう受け止めていけばいいのでしょうか。